はい、こんばんは、ぐっさんです。6月の中旬、昆虫採集、今回はね、泊まり込みで採集をします。で、夜家出てきて、先ほどね、宿に着いたんですけど、もうかなりね、時間が遅いんですよ。日付が変わっちゃって、本当ならね、お風呂入って寝るつもりだったんですけど、ちょっとね、気が変わりました。これですよ、宿の敷地内にミヤマクワガタの死骸が。これ相当でかいですよ。で、こっちには羽、もうちょっと早く来てれば。もうミヤマクワガタ活動してますね。というわけで、これから急遽街頭採取をすることにしました。現在の気温が13度です。やっぱりこっちの方寒いですね。いやー、ミヤマクワガタ取れるのでしょうか。かなりワクワクしてます。頼むよ、ミヤマごはんさん。これミヤマごはんさんの大好物ですよ。これ持って採集するとミヤマクワガタが取れると、お守りです。これなんだ、なんかクマバチのちっちゃいようなやつがいるんだけど、ここ僕が71ミリのミヤマを捕まえた思い出の場所ですよね。なんかすごい、この芋虫なんだろう。あんまパッと見ないっすよね。これハクビシン、すげえ、あんなとこも登れんだ。この間セブンさんがコクワ見つけたとこですよ。いないな。こっちの方まだ山グワが熟してないやつありますね。やっぱ遅いんだな、こっち。これハリガネムシじゃない？あ、ただのハリガネ。おかしいですね、コクワすら見つからないです。ミヤマごはんさん、おはようございます。朝の9時ですね。ちょっと寝坊しました。これ昨日見つけたミヤマクワガタの死骸。これ標本箱に入ってるミヤマクワガタ、このミヤマクワガタ去年捕まえたやつで、サイズが69ミリなんですよ。昨日見つけた死骸の頭部と比較しますと、昨日見つけた個体の方がこの頭部の幅がね、1ミリ近く大きいんですよ。これ相当でかかったと思います。70は超えてると思いますね。午後5時半です。今日ね、日中ずっとやらなきゃいけないことがあって、その作業にずっと追われてたんですよ。で、先ほどその作業が終わりまして、これから昆虫採集を再開します。朝なんか雨降りそうな感じだったんですけど、昼頃からね、スカーッと晴れました。で、今日はこれやります、ライトトラップ。昨日散々歩き回って疲れたんで、今日は向こうから来てもらおうと。 HID ランプですね。照らす方向は向こうの雑木林です。で、ちょっと突き出ちゃってますね。大丈夫かな。もうちょいで日が沈むんで、日が沈んだら開始します。午後8時です。完全に日が落ちたので、ライトトラップ点灯します。あれ、ピッカーンと。これからちょくちょく何回もチェックしに来ます。いや、今年初のミヤマクワガタなるか楽しみですね。ライトをつけて1時間が経過しました。ガーしかいないかな今のところ。
いないな。トラップ仕掛けて2時間キャッ。ちげえ。がっかり。2時間が経過しました。やばい。ライトトラップがちょっと不発に終わりそうな気がするんで、街灯採取に出ます。頼むよ。がっかり。いた。コクワガタ飛び立とうとしてる。飛んできたのかな。コクワガタゲット。今回初ですね。